あ、嬉しいね。はい。もうちょっと厳しいかと思ってました、乗るの。ああ。あと、あんまり音しないですね。風切り音ってこと？うん、とか、風の音とかも含めて。そんなに激しかないね。うん。それがね、すごいんだよな、こういう車って。いやー、車って進化してますね。してるよ。じゃあちょっとスポーツモードにしてみよう。うちの車死ぬほどうるさかったからな。3人 R3 ミキさんに勧めていただいた R3、 まさかの R3 に。あ、これスポーツモードに入れると一足で引っ張るのが長い。へえ。ああ、そういうことか。今変わりました。うん。でまたちょっとノーマルに戻してみると、ノーマルだとほらすぐあったのは鬼平犯科町の座長好きだもんな鬼平犯科町のサービスエリアがあるんですけど、埼玉の方にモチーフにした。そこの外のお店でちっちゃいお好み焼きみたいなのを売ってるんですよ。みたいなのみたいなじゃねえんだ。いや、お好み焼きなのかな、ちょっと分かんないですけど、それは超うまかったですどこ？埼玉の方のあれね、多分ね、調べたらすぐ出てきますよ。本当、鬼平で鬼平繁華町のサービスエリアで多分調べたらね。あれさ、座長好きじゃんか。座長好きですね。小西君も好きなの？鬼平時代劇的なものですか？そうそう、時代劇的なものは好きです。昔から僕好きで、うん、時代劇とか刑事ドラマものとかよく見てましたよ。ああ、よし、じゃあ次行こう。はい。意外とさ、なんか雨降ってるっぽいんだけど。あ、降ってます？走ってると気にならない TR ので、それで素材の音とかね、はい、それをね、こうイヤホンの形って普通に耳の中に入れるタイプじゃなくて、うん、あ、きれいきれいきれいちょっと撮らせて撮らせて。わあ、めっちゃ晴れてきてるから、すごいいい天気だ。なんかこの人工的なものと空のね、なんかこの雲が両方に晴れていく、左右に。すごいかっけー。すごい映画みたい。でもトンネルに入りまーす。さあ、ホロの効果が試されるトンネル。それで、うん、真ん中に輪っかの形してて、